ネットワークユーティリティは、ネットワークの接続状況の確認や調査を行える、MacOS に付属するユーティリティである、AppleTalk Lookup コマンドの送信を開始しました。AppleTalk Interface EN1、ネットワークナンバー0000、NodeID000 00、Current Zone、BridgeNet0、BridgeNumber0、DDP Statistics、 パケツトラミテッド2バイツトラミテッド86ベストルーターキャッシュユーズド0パケッツリシベド5バイツリシベド146パケッツフォーアンレジスタードソケット0パケッツフォーアウトオブレンジソケット0レングスエラース0チェックサムエラース0パケッツドロップド0アップルトックルックアップが完了しました アプリケーションフォルダのユーティリティフォルダにあるネットワークユーティリティを開く。ルックアップをクリックし、ポップアップメニューからデフォルト情報を選択する。ドメイン名アドレス、または数字の IP アドレスを入力し、ルックアップボタンをクリックする。アクティブインターネットコネクションズ、プロトリクフ、急線度、急ローカルアドレスフォーリンアドレス。 tcp40010.0 0.0 0零0零零零点零零零 http e s t a b l i s と t c p 4零0 1 0零零0零零0零零零点零零零 http establish と t c p 4 0 0零0 0零0 0零零零00零零 http establish と T. C. P. 四零零十点零。零点零。零零零零零点零零。零点零零零。H. T. T. P. イシュタブリッシュと。T. C. P. 四零零。ケルベロス。リッスン。T. C. P. 六零零。ケルベロス。リッスン。T. C. P. 四零零十点零。零点零。V. N. C. サーバー十点零。零点零。零零零零零イシュタブリッシュと。 t c p 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 h k i n f 9 9 g o o g l e HTTPS CloseWait Tcp400 ローケルホースト 0000Listen Tcp4600VNC サーバー Listen Tcp4000000Listen Tcp400IPListen t c p 6 0 0 i p l i s t e n t c p 4 0 0 m i c r o s o f t d s l i s t e n t c p 4 0 0 n e t b i o s s s n l i s t e n t c p 4 0 0 a f p a v a r t p l i s t e n t c p 6 0 0 a f p a v a r t l i s t e n t c p 4 0 0 d c e m b e r d l l m l i s t e n tcp400 ローケルホースト一 i s t e n tcp600 ローケルホースト一 i s t e n tcp400 プリンター。Listen tcp600 プリンター。Listen tcp40010.0.0.0.0.0.wu.apple.com TCP TCP。http タイムウェイト。 tcp40010.0.0.0.000wu.apple.com http time w イ i t udp40010.0.0 ntp udp40010.0.0.0 carver ありがとうございます。<an>